ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、藤井聡太五冠が向かうところ敵なしって感じの活躍だけど、これから藤井聡太五冠のライバルになりそうな棋士は現れると思う？そうだな。今は将棋の研究が進んでいるから、これから藤井聡太五冠以上の将棋聖人が現れることも十分あり得ると思うぜ。既存の棋士で考えるなら、伊藤匠五段が有力じゃないか。どんな棋士なの？藤井聡太五冠と同い年で、現役最年少棋士なんだぜ。同い年なんだ。同年代に藤井聡太五冠という超大物棋士がいるのはどんな感じなんだろう。気になるわ。よし、じゃあ今回は藤井聡太五冠について語る伊藤匠五段について解説するぜ。ではまず最初に、現役最年少棋士、伊藤匠五段について解説するぜ。伊藤匠五段は2002年10月10日、東京都世田谷区生まれだ。藤井聡太五冠と同じ学年ね。ああ、ただ藤井聡太五冠より3ヶ月若く、2022年8月時点で19歳10ヶ月の現役最年少棋士になるぜ。伊藤匠五段が将棋を始めたのは、5歳の時に父から将棋を教わったのがきっかけだ。2010年の第9回全国小学生倉敷王将戦の低学年の部で準優勝し、2012年1月の小学校3年生の時に行われた第9回小学館学年支配争奪全国小学生将棋大会では、藤井聡太五冠と準決勝で対局し勝利を収めているんだぜ。藤井聡太五冠は小さい頃、負けるとすぐに泣いていたと聞くけど、この時はどうだったの？敗れた藤井聡太五冠は人目をはばからず号泣したようだな。そして泣きながら3位決定戦を指し、泣きながら勝ったようだな。負けて泣くのは珍しくないけど、泣きながら勝つのは珍しいことだね。藤井聡太五冠はそのことを覚えていないようだがな。これ以降、藤井聡太五冠はほとんど涙を見せなくなったことから、伊藤匠五段は、藤井を最後に泣かせた男の異名がついたぜ。まさかその大泣きしていた少年が数年後に数々の最年少記録を打ち立てて、将棋界を圧巻するとは当時は誰も思っていなかっただろうね。その後、藤井聡太五冠は2012年に小学4年生で奨励会入りをする。伊藤匠五段が奨励会入りしたのはその1年後の小学5年生の時だった。藤井聡太五冠より少し遅れての入会だけど、それでも全体的に見れば早い方だよね。伊藤匠五段は入会後に順調に昇級を重ねるが、1級で9ヶ月、初段で1年5ヶ月と停滞している時期もあり、2017年12月に中学3年で3段に昇段するぜ。その時には藤井聡太五冠は4段昇格してプロ入りを果たしているよね。そうだな。藤井聡太五冠が史上最年少で四段昇段をかけた日、偶然にも伊藤匠五段は奨励会で同じ部屋にいたようなんだ。藤井聡太五冠の相手は伊藤匠五段の同門である坂井真也三段で、兄弟子が勝ち、藤井聡太五冠が負けたことを知った伊藤匠五段はこれで彼の昇段はなくなったと思ったそうだ。安心したのかしら？やっぱり同じ年だし、ライバル意識もあるから、あまり先に行ってほしくないと思っちゃうよね。だが三段リーグは1日に2局あり、藤井聡太五冠は最終局にも昇段の可能性を残していたんだ。次局は別室となり、伊藤匠五段は帰り際に藤井聡太五冠が四段昇段を決めたことを知ったんだ。複雑な心境だったろうね。そして伊藤匠五段は高校に入る前の2018年の2月に、朝日オープン準決勝の羽生善治九段と藤井聡太五冠、決勝の広瀬章人八段と藤井聡太五冠の対局の記録係を務めたこともあるんだ。対局は大きな注目を集め、多くのメディアが駆けつけたんだぜ。目の前のステージで、自分と同じ15歳の青年がスポットライトを浴びているのどんな気持ちで見つめてたんだろう。その時の気持ちを伊藤匠五段は次のように語っているぜ。最高峰の舞台で記録を務めるのは、勉強になる。でも藤井さんの勝つ姿は見たくない。ただ悔しいという気持ちですね。これ以上、引き離されたくないという。この日も彼が勝ちに近づいていくうちに、気持ちが落ち込んでいきました。そうか、優勝までしてしまったかという感じでした。その後は立食での打ち上げにも参加しましたが、藤井さんと話すことはなかったです。途中で職員の方が気を使ってくれて、先に帰りました。将棋の内容は2局とも覚えています。藤井さんの将棋は特に忘れないですね。それが人間の感情ってものだよね。その後、伊藤匠五段は2018年4月、高校1年生より三段リーグに参加することになる。だが将棋に集中したいからと、1年の1学期のうちに高校を辞めて、将棋一本の道を進んでいく。だがそれでも三段リーグは厳しく、毎期勝ち越すものの昇級争いに食い込めなかったんだ。やっぱり三段リーグって厳しい関門なんだね。伊藤匠五段がプロになれたのはいつ頃なの？伊藤匠五段がプロ入りを決めたのは、2020年9月12日。くしくも藤井聡太五冠が豊島将之竜王と将棋日本シリーズ JT プロ公式戦を戦っている日に、14勝2敗の成績を上げ、2局残して昇段を決めたんだ。
17歳でのプロ入りだぜ。藤井聡太五冠のプロ入りが早すぎただけで、17歳でプロ棋士になるのはすごいことだよね。そうだな。17歳以下での四段は藤井聡太五冠の前は2014年の増田康弘棋士まで遡らなければいないからな。伊藤匠五段はプロ入りの会見の時に、棋士になれたことにほっとしている。プロになると将棋の対局も公開される。今の実力では厳しいと語っているぜ。まだ17歳だし、不安はあるよね。そして、藤井聡太五冠の現在の印象を聞かれると、第一線で活躍されるトップ棋士。小学生の頃とは大きく立場が変わった。今の実力差を、かなり開いたと感じている。一手一手の精度、読みの精度が違うと冷静に分析しているぜ。そうは言っても、ライバル的な存在であることには変わりないんだろうね。そうだな。伊藤匠五段のプロ入りは決して遅くないが、三段リーグ5期は自分にとって長かったと語る背景には、その間に将棋界への頂点へと駆け上がった同学年の天才の姿があるからだろうな。藤井聡太五冠との対戦については、現状では対戦することすら想像できない。戦えるところまで行かなくてはいけないと静かに闘志を燃やしていたぜ。プロ入り後、二人の対局は実現したの？ああ、伊藤匠五段は2021年10月11日、第52期新人王戦決勝3番勝負でプロ入り同期の古賀雄星四段を2連勝で破り、棋戦初優勝を飾った。そして新人王戦優勝者は、タイトルホルダーと記念対局を指すことができるんだ。記念対局に藤井聡太五冠を指名したわけね？いや、対戦カードは、主催側が将棋連盟とタイトルホルダーのスケジュールを調整した上で決めるぜ。優勝者に指名する権利はないが、伊藤匠五段が誰と対局したいかは、聞かずともわかることだったぜ。同学年で小さい頃からのライバル同士、伊藤匠五段だけでなく、関係者やファンも望むカードだったろうね。ただ、実現できるかは微妙だった。伊藤匠五段が新人王戦優勝を決めた時、藤井聡太五段は、竜王戦での豊島将之九段への挑戦が始まっていて、王将リーグや他棋戦も含めたスケジュールは過密を極めていた。例年、記念対局は12月上旬に行われるが、竜王戦が第6局、第7局までもつれ込んだ場合、開催時期が重なってくるんだ。そうか。だけどなんとか伊藤匠五段の希望を叶えてあげたいわね。主催の赤旗新聞も同じ気持ちだった。そこで、開催時期が少し遅くなっても構いませんとした上で、将棋連盟に藤井聡太五冠との記念対局を申し出たんだ。ナイス判断、あとは藤井聡太五冠が対局を受けるかどうかね。2021年11月13日、第34期竜王戦第4局に藤井聡太五冠は勝利し、4-0のストレートで豊島将之九段から竜王位を奪取した。その6日後の11月19日、伊藤匠五段の元に連盟からメールが届いた。その内容は藤井聡太五冠との対局が決まったことを伝えるものだったんだぜ。やったー、同学年同士の記念対局の実現ね。そしてこの記念対局は初の10代同士の対局でもあったんだ。対局が決まった時、伊藤匠五段はどんな気持ちだったんだろう？率直に、藤井さんと対局できるのは貴重なことなので、嬉しかったです。竜王戦が4局目で決まったので、もしかしたらとは思っていました。と答えているぜ。竜王戦はまさかのストレート勝ちだったよね。それについてはどう感じたのかしら？自分の口からは何とも言い難いのですけども、今の藤井さんの実力からすれば、そういう可能性もあるのかなと感じてはいました。と答えているぜ。プロになって実績もついてきて、心に余裕が生まれたかな？以前ほど藤井聡太五段との開きに焦りを感じてないようだね。そうだな。新人王戦で優勝した直後のインタビューでも、やはり同い年の藤井さんの活躍はいつも刺激になっています。タイトル戦で戦いたいという気持ちはありますが、実力差があるので棋譜を見て勉強させていただいている状況で、自分も少しでも追いつければと思っています。藤井さんが活躍されているので、自分ももっと勉強しなければならないという気持ちになりますと語っているしな。うんうん。良い感じに刺激を受けているのね。記念対局はどんな感じだったの？当日、伊藤匠五段は開始20分前に対局室に入ったが、すでに上座に藤井聡太五冠が座っていた。これまでの対局で一番報道陣が多かったから、自分の所作に視線が集まるのを感じて、緊張が走ったようだな。逆に藤井聡太五冠は注目されるのには慣れっこだろうね。伊藤匠五段は先手番と決まっていたので、作戦を用意して臨んだが、藤井聡太五冠の積極的な指し手に押され、徐々に形勢に自信を失っていった。中盤であるにもかかわらず、その時点で投了も考えたそうだ。だが見ている人も多い中で、ここで終わりにするわけにはいかなかったという気持ちで反撃を挑むが、藤井聡太五冠の慎重な対応で逆転できず98手で敗北している。完敗としか言いようがない。
現時点での力の差がかなりあることを再認識しましたと語っているぜ。もう子供時代の藤井聡太五冠の面影はなかっただろうね。新人王戦で優勝した棋士はその後大活躍されると言われているけど、伊藤匠五段の2021年の活躍はどうだったの？2021年12月3日には第63期王位戦予選3組決勝で日浦一郎棋士に勝利し、自身初となる挑戦者決定リーグ進出を決めたぜ。この予選ではタイトル保持者である永瀬拓矢王座に勝利する金星を挙げているんだ。王位リーグでは、豊島九段、近藤七段と熾烈な優勝争いを展開したぜ。王位挑戦権は豊島将之九段が勝ち取ったのよね。伊藤匠五段が勝ち上がれば10代のタイトル戦が見れたけど、残念だったわ。そして2021年度の勝率は45勝10敗で8割1分8厘となり、年間勝率1位を飾ったぜ。これにより、藤井聡太五冠がデビュー以来続けていた年度勝率1位の記録を4年で途絶えさせたんだ。これはすごい快挙だね。藤井聡太を最後に泣かせた男に次いで、藤井聡太の年度勝率1位の記録を止めた男にもなったんだ。こうやって見ると、藤井聡太五冠の将来のライバルとして、伊藤匠五段に期待したくなるね。最後に AI についての見解を紹介するぜ。AI との共存期を生きる時代に、人間が将棋を指すことについて藤井聡太五冠は、どの時代も盤上の物語は不変。その価値を自分自身が伝えたいと語っている。対して伊藤匠五段は、人がどれだけ正確に指していけるかを表現することが理想ですと語っているぜ。藤井聡太五冠は AI が思いつかないような手を、伊藤匠五段は AI が指し示す最善手を求めているって感じかな？お互い考えが少し異なっているのね。藤井聡太五冠はの AI 超えの棋士と呼ばれることもあるけど、それはどう思っているのかしら？ちょっと思いつかないような手もあって、そういうのは率直にすごいなと思っています。竜王戦第4局の最終盤で、豊島先生が大長考に沈まれた後、藤井さんが5、6桂と捨てたのを見て、それをノータイムで指せるのかと思いましたね。やはり藤井さんの強さが際立ったシリーズという気がします。特に持ち時間の長い将棋だと付け入る隙が見当たらない。と語っているぜ。やっぱり現時点では藤井聡太五冠の方が上だと認めているのね。だけど藤井聡太五冠を目指して、何年後かにはタイトル戦で二人の姿を見てみたいわね。以上、藤井聡太五冠について語る伊藤匠五段を解説したぜ。伊藤匠五段も十分天才の域にいるんだけど、藤井聡太五冠への嫉妬の気持ちを知ったりすると、同じ人間なんだなって好感が持てるね。伊藤匠五段が藤井聡太五冠と争って、これからの将棋界を引っ張っていくことを、期待しているわ。それじゃあ、今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。